1980年代に人気を博した、携帯型液晶ゲーム機、ゲームウォッチのゲームを数作品リメイク、収録している。画面やゲームのルールがオリジナルそのままの、昔、モードと、それらを、マリオシリーズのキャラクターたちをメインにして現代風に、アレンジした、今、モードとが遊べる。また、ゲームウォッチの歴史を紹介する、ギャラリーコーナーや、 隠しゲームがあり、各ゲームで高得点を出すと出現する。ニ以コでは通信ケーブルを使用することで、一部ゲームでの二人対戦や、前作で出現した、ギャラリーコーナーの通信ができる。ゲームウォッチでは、スヌーピー、ポパイなどニンテンドー以外のキャラクターを使用したゲームも、いくつかあったが、半券の都合でこのシリーズには紹介されていない。また、オリジナルと比較して、 一部表現が変更になっているものもある。いずれもスーパーゲームボーイに対応しており、専用のピクチャーレーベルが表示されるほか、操作説明の画面も SFC コントローラーに準じたものへ変化する。また、一部ゲームの操作形態が SFC コントローラーに合わせたものに変化する。日本国外ではオーストラリアを除き、ゲーム ウォッチ、ギャラリーというタイトルシリーズで販売され、さらに、日本国外のみのタイトルとして、ゲームボーイアドバンス対応のシリーズ第4弾、ゲームウォッチギャラリー4が発売されている。日本でも発売予定はあったものの中止となり、後に、ゲームボーイギャラリー4として Wii U バーチャルコンソールで、配信された。また、このゲーム内にミスターゲームウォッチが登場し、 発売当時日本国外の HP では、任天堂ンドー最古のゲームキャラクターだと説明された。なお、各シリーズの効果音と文字は、後の、伝説のスタフィーでも使われている。ゲームウォッチの人気作品を、ゲームウォッチの実機を買い揃えるのと比べると、はるかに安く同名のゲームタイトルを遊ぶことができ、当時のレトロゲームファンに喜ばれた。 日本では1997年2月1日にゲームボーイ専用ソフトとして発売された。2011年6月22日には任天堂 t e ー d 3DS のバーチャルコンソールで配信された。アメリカとヨーロッパではゲームウォッチギャラリー、オーストラリアでは講述の件もあり、ゲームボーイギャラリーにとして発売された。収録作品いずれのモードも100点未満の場合、 ゲームオーバー直後に攻略ヒントが出る。登場キャラクタースタッフ日本では1997年9月27日にゲームボーイ専用ソフトとして発売された。モノクロ版は日本のみ発売。2012年3月21日には任天堂 t e ー d 3DS のバーチャルコンソールで配信された。あとに日本国外では ゲームボーイカラー共通ソフトとして発売され、アメリカとヨーロッパではゲームウォッチギャラリーに、オーストラリアではゲームボーイギャラリー3として発売された。収録作品ギャラリーコーナー各ゲームで200点、得点するごとにが一つもらえる。スタッフ日本では1999年4月8日にゲームボーイゲームボーイカラー共通ソフトとして発売された。 世界でもゲームボーイ、ゲームボーイカラー共通ソフトとして発売された。アメリカとヨーロッパではゲームウォッチギャラリー3、オーストラリアではゲームボーイギャラリー4として発売された。日本での任天堂 t e ー d 3DS バーチャルコンソールは2014年11月21日から2015年1月20日に開催のスマブラポケモン両方買うとプレゼント。 キャンペーンの特典として、大乱闘スマッシュブラザーズ4ニンテンドー 3DS と、ポケットモンスターオメガルビーアルファサファイアを購入した上で、応募期間内に、クラブ任天堂にて、ポイント登録すると、2014年12月9日から2015年1月29日まで、ダウンロード番号を受け取ることができた。ダウンロードの有効期限は2015年3月25日までだった。 非売品扱いのため一般向けの配信はされていない。収録作品ギャラリーコーナー隠しゲームはいずれも今、モードは非搭載。スタッフ当初は欧米でのみ、ゲームボーイアドバンス対応ソフトとして発売された。アメリカでは、ゲームウォッチギャラリー4として、ヨーロッパとオーストラリアでは、ゲームウォッチギャラリーアドバンスとして発売された。日本では当初は、 ゲームボーイギャラリー4として発売予定だったが中止となり長らく幻のソフトとなっていたが2016年3月16日に日本国内では w i i ーバーチャルコンソール専用ソフトとして配信された内容は従来のシリーズ同様にゲームボーイアドバンス用にリメイクしたものでゲームボーイ版旧作からの再録作品もグラフィックなどがグレートアップしている オリジナル版では通信機能を使用すると20個を入手できるが、バーチャルコンソール版ではを170個集めた後で、クレジットを表示させると入手できる。収録作品ギャラリーコーナークラシック、昔モードモダン、今モード収録昔モードのみ、スタッフ日本でのゲームボーイギャラリーシリーズが発売される以前に、 ヨーロッパとオーストラリアでは1994年4月27日に同名のゲームボーイギャラリーというタイトルのソフトが発売されていた。日本でのゲームボーイギャラリーとは別内容であり、日本国内やアメリカでは未発売。オーストラリアでは本作を第一作としてこのタイトルを引き続き使用したため、ナンバリングが他国とはずれている。 内容は同じようにゲームウォッチの作品をゲームボーイ用にリメイクしたもの。国内版で発売されたものに収録されていた昔モード同様にオリジナル版を再現したものが収録されているのみだがグラフィックはすべて新たに描き起こされており新規のキャラクターデザインを使用している。このため メニュー画面や操作キャラクターなどすべての面において、マリオシリーズのキャラクターは一切登場しない。また、ミスリアクションのアニメも追加されている。収録作品 ABCDEMB ムック、懐かし、ゲームボーイパーフェクトガイド、35ページ。ありがとうございます。